は多くの女優やモデルを撮影してきました。普段はより若く美しく見せる役目ですが、今回はいつもと違い50歳の姿をシミュレーションします。なんかいつもとちょっと違う雰囲気、ちょっとドキドキしてます。この特殊な UV 撮影で見えない黒じみを映すことができるのです。日差しが原因なので誰にでもあることですが、これは年齢を重ねるにつれて現れてきます。この写真をもとに肌のどの部分から老化してくすんでいくかを予測し、エイジングさせていきます。不安げに待っている彼女が気がかりです。いいんじゃないですかね。この黒じみ、これってこんなにできちゃうんですかね。あくまでシミュレーションだけどね、ちょっと考えちゃう。この仕事をやってたいし、それには今の過ごし方が将来を変えていくんだろうな。